お久しぶりです。お久しぶりです。今年もやってきました。8月1日スイスの建国記念日ですね。知ってますかね、あのアイガー北壁。すごいね。今回ですね、この素敵なグリンデルワルトを、ね、一望できる、山小屋からを拠点にして、スイスのね夏をねお届けできたらなというふうに思います。ね、ちょっとねあの例年にしては珍しく雨が続いてたんですけど、でもねあの天候に負けず目いっぱい楽しんで、スイスの夏をお届けできたらというふうに思います。トレッキング映像をお楽しみください。行きましょう。レッツゴはい、というわけでメンディヒェンからですねクライデンシャイデックまで歩いてきました。ちょうど、ね、後ろにね本当アイガーが見えるんですけど、まあいにくのねユングフラウヨッホとかね全部でも雨降ってないんだけどね、うん、よかったよかった。で、お昼休憩をここで撮りたいなというふうに思います。じゃじゃん、ダダン、おーチーズフォンデュー、やっちゃいますか。ここでやっちゃいましょう。これ買いました、モンベルでグリンデルワルトでね。日本人の、ね、スタッフの方が優しく教えてくれた、ね、ありがとうございました。いきます。ちょっと聞こえるかな。あ、いい感じです。そろそろかな。ダダーン、美味しそうね。美味しそう。はい、いただきます。ボナペティ。はい、というわけでグリンデルワルトに持ってきました。あいにくのね天気だったんですけど、うん、山の上ね一瞬晴れたり、うん、チラチラ見えたね。それでもね瞬間もあったし、うん、本当満喫できたっていうかね、よかった。うん、あとですねこのグリンデルワルトから車でちょっと行ったところに何ていうんですか、滝の名前忘れちゃったんですけど、ラウターブルネン。
そこの300メートルの落差があるってすごい最近ね SNS とかで話題になっているあの場所があるんですけど、あのそこにも行ってきましたので最後そちらの映像もお楽しみください。ではまた次回のブログでお会いしましょう。またねー。